ぞどうぞ。ひねたかしさんどうぞ。おーよろしくお願いします。かっこいい。はじめまして。はじめまして、どうぞ。ひねたかしです。お座りください。あら、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラジオ番組初めてなんで。あの、橋爪優子と申します。どうぞ緊張なさらずに。はい、ひねたかしです。はい、ひね、ひねレーベルから今回は。そうですか、イネレーベルからですか。イネレーベルからちょっとデビューさせていただくことが楽しみです。の YouTube でも回させていただきますし。はい、はい、よろしくお願いします。あ、お願いします。さあ、今日はですね、素敵なゲストをお招きしています。はいはい、このコーナー YouTube でもご覧いただけます。はい、お呼びいたしましょう。はい、なんと今日デビューしたばかりという新人演歌歌手、はい、稲たかしさんです。よろしくお願いします。稲たかしです。よろしくお願いします。ういういしいですね。はい、あのスーツに紫の蝶ネクタイをつけて、はい、ね、新調しました。そうなんですか。あ、イヤホン落ちました。大丈夫です。緊張されてますよね。ラジオも初めてで、ね、初めてそのせいか、ちょっと劇団パッツの吉本隆くんと声が似ているような気がしますけれども。あの、古からの友人でございまして。ご本人ではない。あ、はい、はい、彼はあのちょっと仕事の都合で稲に帰りました。あ、もう帰りましたか。はい、じゃあ稲隆さん、あとはよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはプロフィールをご紹介させていただきます。ありがとうございます。稲隆さんは京都府稲町出身の27歳。はい、そして稲町の観光大使もされていると。あ、そうなんですよ。僕も観光大使をやらせていただいてます。今大人気で稲町ね。はい、そうなんですよ。ありがとうございます。そしてめでたく本日歌手デビューということになります。はい、もう一度聞きますけれども、吉本くんではないですね。あ、違います。吉本くんはあの誠実な真面目なあの友達なんで。あ、そうですか。はい、さあ、この稲たかしさんのデビュー曲をプロデュースしたのが、なんと劇団パッツの三好大輝さんなんですね。そうなんですよ。はい、はい、まあ、その僕、吉本、あの稲さんのお友達である吉本とは同じ劇団の同い年っていうこともあって。あ、なるほど。存じ上げております、まあ、はい、吉本の方から紹介いただいて。依頼があったと。そうですね。ぜひ稲たかしをというで、ね、で僕、曲作ったりちょろちょろっとしてたので、作詞作曲とかこうプロデュースなできないかっていうので。お得意ですもんね。いや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 、作詞作曲ギターも弾けるということ で一緒にやらせていただいて。はい、はい、それではご準備いただきましょうか。はい、今日は、はい、マイク、それから三好さんのギターも用意させていただいております。はい、どうぞそちらの方で。はい、ご準備お願いいたします。はい、はい、いやー、なんか緊張が伝わってきますよね。今日は初めて声出しをされています、稲たかしさん。今ですね、稲たかしさんがマイクの前に立たれまして、その横で三好プロデューサーがギターを構えました。さあ、ヘッドホンも装着いたしました。いつでもよろしいでしょうか。はい、それでは参りましょう。稲たかしさんのデビュー曲です。船屋ラプソディ。真っ赤な夕日を背負って、釣れた小魚自慢げに見せると褒めてくれた。磯の匂いがしないこの街で、あんたの匂いが今もまだ潮風にあら強く切なく真っ黒に染めたのに、潮風にあら強く切なく稲の船屋。
隆さんによります船屋ラプソディお聞きいただきました。ちょっと緊張しました。なんだか感動的な詩で、はい、ちょっと泣けてきちゃいました。私もなんか船屋育ちでらっしゃってね。はい、そうなんですよ。お父様は漁師でらっしゃって、はい、釣れた小魚自慢げに見せると褒めてくれた、はい、幼少期の頃思い出しながらご自身の体験を盛り込まれて、はい、そうですか。そしてこの都会に出てこられて、はい、その匂いが懐かしいななんて思ったりすることもあり、磯臭い海の匂い、船屋の独特の匂い、はい、ね、おじいちゃんの服の匂いだったりっていうのがね、この町では感じられないんですけど、なるほど、やっぱり戻るとわっと思い出がわっとくるんで、これぜひとってもいい曲ですので観光協会さんにもね売り出したいなぁなんて思ってるんです、ね、今日は稲の町長さんもお聞きになってるということですので、はい、宣伝しておきましたので、はい、もうぜひこれ稲に行けばこの曲が流れるみたいな、もう稲のイメージソング的な、いや、ね、三好プロデューサーも素敵な曲、光栄です、ありがとうございます。ピシッと、はい、そして私もね、稲隆さんには役者としてもまた活躍していただきたいなっていう思いで、いろいろ僕がですか、はい、案がありましてですね、はい、なるほど。例えば稲は釣りバカ日誌で、あ、はい、そうですね、ですので稲さんにはぜひですね、はい、バカ日誌、バカ日誌ですね、やってもらいたい。バカ日誌の主演釣りでもなく、はい、バカ日誌、バカ日誌ですね。例えば電車で財布をすられたあと酒を飲んでぼやいて泣いて周りを困らせるみたいな、はい、そんな、例えばですけれども、そんな役ですよね。ああ、そうですね、はい、ちょっとあまり僕とはちょっとかけ離れすぎてまして、いやいや、あまり想像はつかないんですけれども、そうですね。それから稲といえば、うん、男は辛いよ。あ、そうですね。ね、ロケ地にもなりました。ロケ地になりました。稲隆さんにはぜひですね。はい。